世界の鉄道一覧ホンジュラスの鉄道ら聖爆間の FNH の旅客列車。機関車に手作業で給与している。右側に色鮮やかな客車が連結されている。FNH のサンペドロスーラの駅舎ホンジュラスの鉄道では、ホンジュラスにおける鉄道について記述する。ホンジュラスの鉄道は19世紀の終わりと20世紀の初めに、 アメリカ合衆国の競合する二つの企業、ユナイテッドフルーツ社とスタンダードフルーツ社によって建設された。鉄道はすべてカリブ海沿岸地域にあり、首都テグシガルパまで線路が到達することはなかった。1993年、ホンジュラス国内の鉄道の総延長距離は 785km であった。 2006年の時点で FNH の管理下にある路線は次の3区間を残すのみである。1985年のホンジュラスの地図、鉄道路線が描かれている。ホンジュラスの鉄道は当初フルーツ会社によって付設され、それぞれ異なる機関の軌道を持つ2つの別個の鉄道から成り立っている。2つの鉄道はホンジュラスの北中部と北西部のカリブ海沿岸地域に位置し、 貨物と乗客の輸送を行っていた。延長距離がより長い鉄道は約6 0 0トルの線路があり、1900年代、初めにスタンダードフルーツ社によって建設された。この鉄道は半分は3フィート6インチの狂気区間で、もう半分は3フィートの狂気区間で構成されていた。ホンジュラス政府は1983年に、 スタンダードフルーツ社の鉄道を国有化し、名称を FNH と変更した。もう一方は、チキータブランズインターナショナル社の子会社である、テラレールロードカンパニーが所有しており、1067mm の狂気で延長距離は 190km に及んだ。ありがとうございます。